はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪ウォッチ2新打ちをやっていきます。よろしくお願いします。前新打ちやってたんですけども、歌舞伎ロイドと、あやとり様にはね、まだ勝ててないんですよね。なので、この二人に勝ちたいと思います。まずは、歌舞伎ロイド、今日は倒したいと思います。いけるかな ?9 年越しの戦いです。行ってみましょう。はい。それでは、行きましょう。行きます。これは、いけるね、いけるね。違う違う違う。これで壊せばいいんだ。OK。なるほどね。やり方さえ分かれば、大丈夫。どんぐらい回復する?おー、まあそこそこだね。OK。ちょっと待って、取り付きかい、ちょっと待て、ちょっと待て、危ねえ、危ねえ、なんじゃそれ、そんなことすんな、よし、OK、おいって、減りすぎやろ。よし、OK。生ハゲでいいね。おいって、もう。なんじゃこりゃ。よし、OK。とにかく取り付きがうざい。OK。待って、これ、いかん。よし。あーもうこれ取り憑かれない妖怪を、多めに入れてた方がいいんだな。いや、これさ、本当に。ちょっとやり直します。これはちょっときついわ。それでは行きましょう。パーティー変えてきましたね。ヤオビクニとイザナミアゲアゲハですね。取り付きが効かないパーティーです。これだったらば、お祓いをする手間がないので、戦いやすいんじゃない?あー!で、このね、睨みが分かった。睨みが、目が向いたところに、ロケットパンチを、撃ってくるのよ。で、その攻撃が大体ワンパンでやられるっていう。うん。なので、そこをしっかりと守ってやれば、いけるっぽいですね。オッケー。あ、で、これは絶対取る。オッケー。で、問題はね、ちっちゃな傘。あれを出すじゃない。あれがなかなか難しいんだよね。消すのが。まあ、それをしっかりと消しながら頑張っていきましょう。取り付きはとにかく、来た!効かないので、これなのよ。よし。あ、違う、あー!何これ、一回ミスったらダメなの?それちょっと厳しくねえか。OK! まあ、とにかく、あとは、どんどん攻めていくだけ。あぶねえ、あんなんで回復されたら終わるね。で、あれか。やばい。違う、これ、こっちだ。山吹鬼が耐えれるんで、あ、なるほどね、ここに、耐久力がめちゃくちゃあるやつを入れといてあげればいいのか。あ、そうか。受けがいればいいんだ。なるほど。来た。ミスるなよ。いや、ミスってるけど。よし、OK! いいね。しっかりと消していきましょう。ガン。
なるほど、受けのね妖怪が裏にいた方がいいんだ。あ、やばいやばいやばい。 OK、 山吹鬼は完全に耐えるんで、まあ、でもむちゃくちゃ効くねむちゃくちゃ効くぞ。よし、 OK、 まああんまり意味ないけどね。で、意外と避けるからな。やばいやばい、あの避けることができなくなるやつを入れてきた方がいいのかな。あのデビビランとかそこら辺を入れた方がいい。あ、違う、避けないのはあれだ、オイランとかが、デビビランとかはあれだ、サボらなくなるやつだ。うん、そういうの入れてきた方がいいかもね。裏のやつはまあ攻撃はそんなしないので、なんか特殊能力があるやつを入れてきた方が良さそうだな。はいはいはい、どこ、ここナイス、やば、あ、あ、え、え、ちょっと待って、あ、全滅するじゃんこれ、こっち側が。いやもうこれはしょうがないよ、しょうがない、しょうがない、どうしようもないもん。おう、で山吹鬼を生き返らせて、いやいやいや、これは必殺技仕方ない。うん、必殺技もうどうしようもないもん。オッケー、いい感じ、ものすげえいい感じになってる。しゃあどんどんいって、もう半分以上いってるんで。あー、でこのこれこれびっくり術か、これが属性があるんで、そうね、ここ属性 なしの方がいいのか。あ、こういうこともできるのね。はい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 、なるほど、やられてるやつをその睨んでるところに置いてあげればミスか。ああ、そうかそうかそうか、わかった、なんか戦い方完全にわかったよ。よし、期間、あとはもう攻撃しまくるだけで勝つ。どこ、ここだね。はい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 、もう分かってしまえば全然大丈夫だわ。受けなくていいんだ、わざわざね、わざわざ受けずともミスさせれば大丈夫。やばっ、ぼーっとしてた。うわー、まあまあ、うーん、2つなら OK、 2つだったらばまだ全然いける。もうそのね、取り付きばっかりしてくれればいいんだけども、それがあんまりしない。はいはい、分かってる、待ってましたじゃないよ。 OK、 あ、あ、何してんの。いや、ミスったわ。 OK、オッケー、危ない、ちょっとでもミスると一気に崩れる可能性があるんで要注意、ぼーっとしちゃダメ。はい、うん、期間、はい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 、やば、よし、オッケー、ちゃんとロケットが撃たれるのを見計らって、はい、回復、よし、もうちょっとだ、やばいやばいやばい、よし、おお、ちょっと発射早くない、発射早いよ。うん、もうちょっと発射を貯めてもらわないとどうしようもないよ。えい、大丈夫、もう少し、あー、効くねー、
よっしゃ。どこ？こっちか。よし。やばい。でもどうも倒せるやろ。倒した？倒した？よっしゃー。いけた。うん。取りつかれない対策さえすれば、まあ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 、いけますね。はい。ということで、歌舞伎ロイド、初めて勝つことができました。次は、あやとり様ですね。頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。